僕が正面から敵の注意を引きつける。二人はその隙に左右から攻撃を。貴様ごときの指図は受けぬわ。全てを消し去るのはこの私だ。フロニモ！ゼット、僕たちで挟み撃ちに。ああ、アミルダウル、サッチラ。大丈夫か？あの3人のスピリットをもってしても止められないのか？ハイラム様、ウルバークスの暴走したスピリットを止めるためヒューを含めた3体のキースピリットが戦っています。ヒューが？しかしウルバークスの連中があれほどのものを生み出せる技術を持っていたとは危険すぎるな。ああいったものを生み出させないためにも絶対規律が必要なのだ。私たちからシャドウエネルギーを吸収してるのか？なんてやつだ。三体のキースピリットが相手でも歯が立たぬとは。まさかタスカワ様が復活なさったのでは？そんなわけはない。ゴリ様、もしあれがタスカワ様であればキースピリットなど一瞬で滅んでいるはずだ。ゼットはどうなるんですか？ジーコ様に会わせてください。焦るんじゃない。ゼットの件は現在審議中だ。ジーコも審議会が長引いたりして何かと忙しくてな。毎日毎日そんな言い訳みたいなこと、一体何を隠しているんですか？人聞きの悪いことを言うでない。本当に今いろいろと忙しいのだ。もう結構です。まあ待て、どこに行くのだ？
まずい。またロイヤに勝手な行動をされてはかなわん。こうなったら私一人でネオトピアに行ってやるわ。援軍はまだ揃わぬのか。そう焦らずとも準備は進めておる。悠長な。同盟国である我がネオトピアの領土が敵の手に落ちようとしておるのだ。博愛と調和が聞いて呆れるわ。言葉を返すようだが、帰国は老子ジーコの入国を禁止されておるのだぞ。そう、少々虫が良すぎる話ではないのかな。未だ老子ジーコを牢に閉じ込めておる理由があなたにはわからんのですかな。セバスチャン殿、テンプラーの最高責任者が自ら動こうとしておるのです。そこをよくお考えいただきたい。ということなんだ。これがアミルガウルなのか。やったのか。倒したんだ。やったノア。勇気様。あ、貴様ごときがアミルガウルのパワーに耐えうるものか。うわあ、ノア、お兄ちゃん。今は出て行っても無理。このまま様子を見ましょう。すべては思いのまま、この俺様の手の中だ。フフ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 フ